に現れた謎の巨大生物ゴヅラ。しかし時の総理は党の大幹部の傀儡のダメ男、大臣たちも選挙のことしか考えないバカばかり。果たして史上最低のダメ内閣は日本を救うことができるのか。怪獣芝居のように怪獣が出ない密室風刺正解シチュエーションコメディ、 Sp 水曜劇場に登場。ご期待ください。